それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめですけれども、前回はその多項式の加算、一変数多項式の加算に関連しまして、フォーナー法による一変数多項式の評価について説明しました。で、そのフォーナー法のアルゴリズムを示しまして、あと、フォーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換の方法について論じました。で、今日はその加算の続きで、多項式や多倍長の乗算、それから多項式の乗与付き乗算について説明していきます。で、まず今日の内容に入る前に、その前回の組み立て助法とフォーナー法について補足をしておきます。これは組み立て助法の前回の授業の紹介した内容ですけれども、この組み立て助法では実は小も同時に計算しているということを指摘しておきます。で、ここの例題はここにありますように、この x の5次の多項式にですね、 x0 として10という値を代入した時のその評価を行った、組み立て助法で評価を行った時の図です。この図の詳しい部分は前回の授業で説明しましたので省略しますけれども、この直線のですね、下の部分に現れたこの赤い四角で囲った部分っていうのが、実はそのこの割り算、除算を行った時の小の係数に貼っているということに注意してください。この AX に AX0 を代入するその評価というのは、実は AX を X-10 で割った除算なわけですけれども、でその乗与というのがこの A の10に現れるその 52,870 なんですが、この時小というのはこの下の赤い枠で囲った部分の係数から 5x3+53x2+528x+5288 と計算されていることにも注意しておきます。ですので、その組み立て助法ですと、先ほど指摘したように計算量はオーダー N で、小も同時に計算できるという意味ではかなり効率的な算法だと思います。ここまでいいでしょうか。それではテキストを持っている人はそのセクション 2.3 ですね、21ページのその多項式や多倍長整数の乗算に入りたいと思います。で、テキストを持っている人は一緒に見てください。で、最初にセクションの 2.3.1 の一変数多項式の乗算から入りたいと思います。で、まずそのですね、一変数多項式の乗算のまず例題から見ていきたいと思うんですけれども、今、AX と BX という2つの整数係数の多項式が与えられていたとして、その掛け算を考えましょうということです。で、AX はこちらにありますように3次の多項式で、一方で BX は1次の多項式ですと。で、アイデアとしては、その我々がこれまでその高校などの数学でもやってきたと思うんですが、筆算で計算するということですね。とこちらのスライドにありますように、とりあえずその各次数ごとにその係数をパッと並べていって、でその計算を行うと。で、例えばこの1行目はその B0 にこの AX をかけた部分、それから2行目はその B1X に AX をかけた部分の各係数を表しております。で、最後に各次数の項ごとにこの係数の和を取って、で、C0、C1、C2、C3、C4 って係数が出てますけれども、これがその、乗算積となるその4次の多項式の係数を表すというわけです。で、今の計算をそのアルゴリズムの擬似コードで書き下したのがこの形になります。で、入力としましては、AX として K 次の多項式、それから BX として M 次の多項式を取っています。で、これに対して CX という出力を
得るアルゴリズムなんですが、まあ、CX はどういう条件を満たせばいいかというと、ここにありますように、A と B の、まあ、積になるようにしなさいというわけです。で、処理の流れを一応簡単に追っていきましょう。でまず最初にこのステップ1ですね。ステップ1で、for 文がありまして、で、この for の、i の変数 i、インデックス i の動く範囲が0から k プラス m になっておりますけれども、やってることはこの c の i という変数に、まあ、0を代入しておきなさいと。で、c の i っていうのはどこで使われてるかっていうと、この出力となるべきこの cx の各係数なわけですね。で、じゃあ cx、その ci の i、インデックスはどの範囲を回るかというと、出力となる多項式の積の次数分だけ回るってことなんですけれども、じゃあ出力となる多項式は一体何次だったかっていうと、ax の次数が k 次で bx の次数が m 次でしたから、そうすると cx の係数っていうのは a と b の積の次数ですから、次数同士の和になりますね。それで c の次数は k プラス m 次です。ということで、この最初のステップ1でのループのインデックスは0から k プラス m までの範囲を動くことになります。で、次の第2ステップが、その先ほど筆算の図で示したその掛け算乗算の本体を表すわけです。で、まずその外側、これループがですね、for の中に for が入ってて、 for の二重ループになっていることに注意してください。で、外側のループは、まあ、変数 i をですね、0から k まで動かすというものなんですが、まあ、0から k まで動かすということは、そうか、この k っていうのはこの ax の次数ですから、この ax の次数分だけ、まあ、外側のループを回すと、繰り返すということですね。で、その中側のループ、この2の、ステップ2の A のところに中側の内側のループがあるんですけれども、そこでは変数 J を0から M まで回しなさいということで、0から M までということは、これは入力と見比べると、ちょうどその BX の次数分だけこうループを回しなさいということになっております。で、そこでやっている加算というのは、そのこちらにありますように C の i プラス J という変数に A の i かける B の J を加えなさいと。で、 A の i かける B の J っていうのは A の i 次の係数と B の J 次の係数を加えなさいっていうことですね。で、で実はこの繰り返しですね、先ほどのその筆算の図と対応させると、このですね、一段一段のこの積の計算っていうのが、実はこのアルゴリズムの中ではこの内側のループに相当しています。内側の J を動かすこのループに相当しているわけですね。で、外側の I に関するループっていうのは、この一段一段の計算をどんどん進めていくステップに対応しているということに注意してください。で、実は注意深く見た人は気づいたかもしれませんけれども、このですね、筆算の場合のこのループの分け方とですね、それから、このアルゴリズムの疑似コードで見た時のこのループの外側と内側の順番っていうのが、実は A と B の変数の役、多項式の役割が逆になっています。で、本来ですと、そのアルゴリズムに合わせれば、ここで書くのは BX ですね。 BX の方が かけられる方の多項式で、まあ、AX もかける方の多項式で書くべきだったかもしれませんが、まあ、一応こういう形で書くことができますので、確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。で、次にこのですね、一変数多項式の乗算の計算量の見積もりに進みます。で、今回は整数の加減乗除を単位として、まず見積もることにします。ですので、どんなに大きい数であっても、加減乗除1回は1回って数えるわけですね。
で、そうしますと、まず、最初のステップ、第一ステップでは、繰り返しがありますけれども、ここでは、C の i に0を代入するという代入の操作を行っていますので、代入は基本的に計算量には含めません。あ、こうですね。で、次に、第二ステップなんですが、まず外側のループの繰り返しがあります。で、その繰り返しの回数は、i が0から k まで動かすということですので、この外側のループの繰り返しは k プラス1回ということになります。で、さらに中を見ていきますと、中のループは、j を0から m まで繰り返すということですので、このループが m プラス1回起こっていることがわかります。そして、このループの中で、実際に行われている素徳演算は、加算が1回と乗算が1回ですね。乗算が ai×bj の部分。それから、加算が、c の i プラス j に aibj の積を加える部分ですね。で、あとはこれを全部積み重ねていけばいいわけで、そうすると、このアルゴリズムで発生する素徳演算というのは合計、2倍の k プラス 1×m プラス1回と。いうことになって、でこれをラージ O で全金表記するとオーダーの KM となります。で、このことからその何が分かるかというと、K と M がそれぞれ 何を表す数だったかというとですね、K は、K は、AX の次数ですね、それから M は BX の次数でしたので、ここにありますように、この、まあ演算回数自体は、その入力多項式 AX と BX の次数の積に比例するということがわかります。で、ただし、先ほどもちょっと述べましたけれども、その今回はそのあくまでもその加減乗除の回数だけの見積もりをやっていて、その今まで一部の計算でやってきたような、そのワード単位の加減乗除というわけでは、計算量の見積もりではありません。そこで、まあ、当然ですね、その同じ係数にしても、その多倍長整数使って、そのワード長が長ければ長くなるほど、まあ、計算の手間がかかるわけですから、そうすると、このワード単位の計算量の見積もりというのが必要になるんですけれども、そのワード単位の計算量の見積もりにはですね、これから述べる多倍長整数の乗算 の計算量の見積もりが必要になりますので、まあ、そこを見ていきたいと思います。